こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、歴代天皇の名を並べてどうしたんだ？送り名に共通点がないか、研究しているのよ。送り名は、天皇が崩御された後に、その功績を称えて送られる称号だな。そうそう。死号とも言うわね。それを研究してどうするんだ？例えば、初代の神武天皇と第10代の崇神天皇。この二人に共通するのは送り名に神という字がつくことね。神のつく天皇は他に第15代の応神天皇がいるが、この三人だけだな。他にも徳のつく天皇に、ある共通点を見つけたのよ。第16代の仁徳天皇は、本当に徳の高い天皇だったようだけど、それ以降はそうでもないわ。ほう、どういうことだ？例えば、第75代の崇徳天皇は、争いに敗れて流罪になり、天皇家を呪いながら憤死して怨霊化したというでしょ。そうだな。日本三大怨霊の一人だな。第81代の安徳天皇は、壇の浦の戦いで平家が滅亡し、海中に身を投じて亡くなった悲運の天皇ね。数え年でわずか8歳だったというな。第84代の順徳天皇も、戦いに敗れて流罪になっているわ。佐渡島で非業の死を遂げているな。ほらね。聖徳太子の時代以降、送り名に徳の字がつく天皇は6人いるけど、6人とも不幸な亡くなり方をしているわよ。高徳、聖徳、文徳、崇徳、安徳、順徳だな。まだ幼い安徳天皇に、徳が備わっていたとは思えないし。この送り名は、悲しい最後を遂げた天皇の霊を鎮めるためのものじゃないかと思うのよ。なるほど。天皇の送り名には、確かに意味が隠されていそうだ。中でも一番不思議な送り名だなと思ったのが、第26代の慶太天皇ね。慶太ってどういうこと？国体を継承するという意味かしら？そうだろうな。国体を継承といっても、何を継承したのかしら？日本書紀、古事記によれば、先帝の第25代武烈天皇は、18歳で王子を設けることなく崩御したとあるわ。慶太天皇は先帝と血のつながりはないということでしょ？これは一体どういうことなのかしら？慶太天皇は実在が確かな天皇であり、現在の皇室にまでつながる重要な天皇だ。そんなに重要なのに、ほとんど慶太天皇について知らないわ。よし。今回は慶太の死号に隠された深い意味について解説していこう。よろしくお願いします。それでは早速、ゆっくりしていってね。第26代の慶太天皇は、実在が確かで、現在の天皇家にまで繋がっているということだけど、先帝はどうなの？先帝の第25代武烈天皇は、以前、このチャンネルでも取り上げたな。この動画ね、残されたエピソードの多くが事実かどうかわからず、実在したかどうかもはっきりしない。そして、日本書紀の武烈天皇は、どこか院の中央を思わせる残虐非道な王のように描かれている。院の中央って、中国の院王朝最後の王で、七肉林の語源にもなった暴君ね。そうだ。武烈天皇のエピソードは、なかなか強烈だ。妊婦の腹を裂き、生爪を剥いで芋を掘らせ、髪の毛を抜いて木に登らせてから、木を切り倒して落とし、池に入らせて流れ出てくるのを矛で刺し殺しては喜び、女性たちを裸にして馬と交尾させたなどだ。とても事実とは思えない、身の毛がよだつき術のオンパレードよね。そして王子を残すことなく、18歳で崩御したとされる。なんとも悪意のある記述だが、ここから考えられることはなんだ？そうねえ。普通に考えれば、王朝交代かしら。世界の王朝交代で、前の王をことさら悪く言うのはよくある話でしょ。大抵異常な暴君や暗君にされるのは、王朝の交代があった時だわ。実際、慶太天皇は王位を簒奪した征服者なのではないか？という人もいる。また、中国の易政革命の思想を持ち出して、武烈天皇と慶太天皇の間には皇統の断絶があり、王朝交代があったのではないか？という人もいるな。へえ。ところで、易政革命ってなんだっけ？天は、徳の高いものを天子として治めさせる。無能と腐敗を尽くし、人心が離れれば天命も離れる。天は、新たに武勇に優れ、徳があるものを天子に変えるということだ。ふむふむ。でも、日本は万世一系で中国の易政革命は当てはまらないわ。それに、ちょっと変じゃないかしら？こう言ってはなんだけど、慶太天皇ってちっとも英雄には描かれていないし、革命とか征服のような表現が似合わない人物のように思うんだけど、慶太天皇は、即位を辞退したという話もあるんでしょ？そうだ。武烈天皇が王子を残さずに亡くなったことで、重臣たちは男系の子孫を探し回った。
最初に見つけた、従愛天皇の御聖孫の大和彦の王には断られて逃げられ、はるばる越前まで探しに行く。大切な皇位継承問題なのに、断られて逃げられたとか、探しに行くとか、なんだか奇妙な事態ね。それもこれも、武烈天皇が後継者を持たないまま夭折してしまったからだな。やっと越前にいるのを見つけたのが、応神天皇御聖孫の継体天皇だ。御聖孫って、子、孫、ひ孫、夜叉子、来孫ね。かなり離れ技の皇位継承だわ。継体天皇の即位前の名は、おほどの大きみだ。大和王権の中で力を持つ大友氏の、大友の金村の度重なる説得を受けて即位したと伝わる。当時の都は奈良でしょ？奈良から福井まで200キロ以上あるわよ。現代でも電車を乗り継いでいくと結構な道のりだ。徒歩で旅に出て探すのは大変だっただろうな。それにしても、どうしてそんなに遠くまで行って探し回らないといけないほど、血縁者がいなかったのかしら？これには、第21代の雄訳天皇が関係している。雄訳天皇？若竹とかは大武と言われる人物ね。そうだ。雄訳天皇は、政治的軍事的に天才的な能力や先見性を備えた一方、実力で王の座を得るまでに、何人もの兄弟やいとこを殺害したと言われる。つまり、雄訳天皇の時代の大粛清が原因で、男子の皇族が少なくなっていたということね。武烈天皇の時代には、もうほとんど残っていなかったようだ。そうすると、応神天皇の御聖孫とはいえ、越前にいたおほどの大きみが、本当に皇族だったかどうかわからないじゃない？確かにな。すでに民間人になった元皇族なのか、皇族の子孫として越前にいたのか、そのあたりの事情はよくわからない。どちらにしても、政権中枢を離れ、地方に土着した王族が天皇に即位するのは、前代未聞のことだ。要するに、このあたりの不透明な経緯が、王朝交代説を唱える人が主張する皇統断絶の論拠の一つになっているのね。異例ずくめの即位の説明が難しいから、戦後になって出てきた説だな。王朝交代説の論者がよく言うのは、継体天皇は王族を自称する越前の一号族だったのではないのか？大和王権の混乱に乗じて、力ずくで権力を奪い取った継体新王朝の創始者ではないのか？ということね。ただし、ここで大事なことは、継体天皇が皇后に田白の姫巫子を迎えたことだ。田白の姫巫子？第24代仁建天皇の娘で、第25代武烈天皇の妹だ。継体天皇と田白の姫巫子の婚姻によって、皇位を継ぐ欽明天皇という子宝に恵まれた。継体天皇は、前の正統から見れば、確かに血縁関係は遠い。しかし、その血の遠さは、田白の姫巫子を皇后に迎え、子宝に恵まれたことで補ったと考えられる。第29代の欽明天皇は、この婚姻で誕生したプリンスね。天皇家の血を濃く受け継ぐ皇后によって、皇統は保たれたということだ。よかった、よかった。切れかけていた皇統断絶の糸が危機一髪で救われたのね。継体天皇は謎が多い天皇だ。歴代天皇の中で、最も異例の天皇と言ってもいいかもしれない。具体的にどういう点が異例なの？まず、先ほど話したように、大和の生まれではなく越前の出身だ。当時としては超高齢である58歳で即位している。即位した場所も河内の国にあった楠和の宮だ。先帝の武烈天皇の本拠地は大和の国だから、この点も異例ね。楠和の宮は、近江から瀬戸内海を結ぶ淀川の中でも、特に重要な交通の要衝だったという説もあるな。その後、511年に津月の宮を経て、518年に乙国の宮、526年に岩の玉穂の宮に移った。日本書紀によれば、即位から20年目にしてようやく大和に入ったとある。即位したのが58歳だから、78歳の高齢でようやくということね。崩御されたのが531年だから、大和で過ごしたのは約5年間ということになる。それにしても、どうして正式に即位した天皇が、大和に20年も入れなかったのかしら？おそらく継体天皇の即位に反対する勢力が大和にいたということだろうな。反対した勢力の正体はわかっているの？いや、何の記録も残されていない。記録はないが、一説によると、古代の大和盆地の大豪族桂木一族ではないかという。桂木？桂木一族は、雄訳天皇をはじめ、歴代天皇に妃を送り続けた古代屈指の豪族だ。天皇の外戚として力を誇ったということね。そうだ。あるいは、こんな説も考えられる。20年の長期にわたって対抗できた勢力ということは、もしかしたら、敵側にも何らかの正当性、
つまり天皇家を継ぐ権利があったのかもしれないということだ。敵側にも何らかの権利？もっとも証拠は何もない。あくまでこれは想像だ。14世紀に、朝廷が後醍醐天皇を中心とする吉野の南朝と、足利尊氏が擁立した北朝に分かれた、南北朝時代のようなことかしら？想像をたくましくすれば、そうだな。後醍醐天皇の大覚寺統と、足利尊氏の持明院統のような対立が、古代にもあったのかもしれない。ふむふむ。あるいは、継体天皇の大和入りが遅れた理由をこのように考える人もいる。先ほど継体天皇が宮殿を築いた場所を説明したな。楠和宮、大阪府枚方市、津々木宮、京都府京田辺市、お徳国宮、京都府長岡京市、岩根の玉穂宮、奈良県桜井市ね。そうだ。最初の楠和宮は淀川の重要な渡し場だ。楠和宮から淀川を挟んだ対岸には、継体天皇の真の御捧ぎと言われる今城塚古墳がある。この一帯が、継体天皇の重要拠点だったことが推測できるわね。次の津々木宮は、木津川流域の要衝で、継体天皇の支援者であった沖流しの勢力地だ。ふむふむ。続くお徳国宮は長岡京の近辺で、京都盆地から大阪に流れる桂川の流域だ。こうして並べてみると、淀川、木津川、桂川と川の近くで、かつ反対勢力から離れた場所だったことがわかるわね。継体天皇の大和入りが遅れたのは、豪族間の争いや反対派の多い大和から適度な距離を取り、安全な勢力下で政治を営むという合理的な選択だったのではないかとも考えられるな。確かに、敵も多いし、わざわざ不慣れな大和盆地に踏み込む必要がなかったとも言えるわね。そうすると、即位から20年後に継体天皇が大和に入ったということは、国内の内乱が収まって、政権が安定したからということかしら？いや、まだまだ政権は安定していない。応神天皇御姓の孫に過ぎない継体天皇に服従することを望まない勢力が、筑紫の国にいた。527年、祝いの乱が起きる。祝いの乱？初めて聞いたわ。よし、ここからは祝いの乱について解説していこう。まずは時代背景からだ。大和王権は、西日本の広い範囲を支配していた。中央から離れた地方には、国の宮津湖という行政官が置かれ、地方豪族が大きな権力を握っていた。祝いって何？祝いは、九州北部の豪族で、筑紫の国の宮津湖。つまり北九州方面の総督だ。大和王権は早くから朝鮮半島進出を目論み、朝鮮半島の最南端にある茅に拠点を設置し、領地の拡大を目指していた。当時の朝鮮半島には高句麗、百済、新羅、茅の4つの国があったのよね。そうだ。日本と仲が良かったのは、百済と茅。逆に、仲が悪かったのは、高句麗と新羅だ。しかし、6世紀に入ると新羅が茅を占拠。大和王権の拠点は奪われてしまった。ああ、大和王権の朝鮮半島経営の失敗ね。527年、大和入りした継体天皇は、茅の拠点を奪還するため、近江の毛布の率いる朝廷軍を朝鮮半島に派遣しようとした。ところが、北部九州の祝いが朝廷に背いて密かに新羅と内通し、朝廷軍の渡航を妨害する。祝いはなぜ朝廷に反旗を翻したのかしら？日本書紀によれば、祝いは新羅から賄賂を受け取って、傲慢で恭順の心を忘れたのだとする。朝廷への反逆？大和王権から見ればな。しかし、実際のところ、朝鮮半島へ朝廷軍を派遣するたびに負担を強いられる北九州地方の住民の不満は大きかった。この不満が、我慢の限界を超えたのが祝いの乱だという見方もあるな。なるほど。継体天皇のもと、混乱と分裂を乗り越えて団結したい大和王権にとっては大きな痛でね。反乱の結果はどうなったの？祝いが内通していた新羅は、祝い軍に加勢したのかしら？祝い軍は新羅からの援軍を期待したのだろうが、それはなかった。海を渡って援軍を送ることは容易ではないし、新羅軍にもそれほど余裕はなかったのかもしれない。仮に新羅が祝いに加勢し、海を越えてやってきたら、どうなったかわからない。内乱で済んで日本は助かったとも言える。継体天皇は大村寺、物部の荒海を中心とした大軍団を九州に派遣。1年半にもわたる戦闘の末に祝いを討ち取らせた。古代の大規模な内乱って人心の乱だけかと思ったら、さらに150年くらい前に祝いの乱があったのね。人心の乱ほど有名ではないが、戦いの結果によっては、その後の日本の形が大きく変わったかもしれない重大事件だな。大和王権はこの出来事をきっかけに、地方での支配強化に力を入れた。
岩井の乱の本質は、ただの反乱鎮圧ではなく、大和王権の日本統一戦争だったという解釈もできる。また、大和王権内の力関係にも大きく影響を与えたと言われる。大和王権の力関係？古事記では、物の部の荒海とともに、王党の金村の出陣も記録される。確か、桃の部宇治も大友宇治も大村氏。つまり大君の補佐役ね。朝廷を代表する二大軍事士族だ。岩井を倒したことで、朝廷内の発言権も増したことだろうな。結果的に、朝廷軍に敗れた岩井だけど、一年半もの間互角に戦えたということは、相当に強い地方豪族だったということよね。福岡県八女市に北部九州最大の前方後円墳岩戸山古墳がある。この古墳は、岩井の墓だと言われる。そんなに巨大な墓が作れるということは、軍事力も経済力もあった証拠ね。全長約138メートルの墓は、同時代の大王墓に匹敵する規模だ。すごい。粘土で作った埴輪ではなく、巨大な石人が副葬品として発掘されている。そうすると、岩井は大和王権とは一線を画す。九州の大王としての実力を蓄えていたかもしれないということね。古代のロマンを感じるわ。もし、岩井が敗れていなければ、日本に二つの大王家が誕生していた可能性もあるな。最初、一地方豪族の反乱かと思ったら、想像をはるかに超えていたわ。大和王権側の日本書紀古事記では、敗れた岩井は惨殺され、領地も没収されたということになっている。しかし、筑後の国不時に残る記録は違う。岩井は敗れはしたが、討ち取られることなく逃げ去ったと記されているんだ。へえ、なんだか岩井をかばうような記述ね。どういうことかしら？地元に生存説が残っているということは、それだけ九州では英雄だったということだろうな。なるほど。つい朝廷にとっての反落者という風に考えてしまうけど、それ自体が一方的でステレオタイプすぎるのかもしれないわ。皇位継承に関して、一つ疑問があるのよ。継体天皇は第26代、欽明天皇は第29代でしょ？その間は、どうなってるのかしら？霊夢は、難しいところに切り込んだな。これは結構な難題なんだぜ。そうなの？第27代安閑天皇と第28代選家天皇だ。実は、安閑天皇も選家天皇も、父の継体天皇に付き従って、越前から都に登られた兄弟だ。即位のために出てきたのは、継体天皇一人じゃなかったのね。じゃ、子供たちの母は地方豪族の娘ということ？そうだ。継体天皇と尾張の豪族の娘である尾張乳姫との間に設けていた息子たちだな。へえ。安閑天皇は曲がりの大江の王子、選家天皇は日の熊の高田の王子といった。どうして父と一緒に息子たちも都に登ったのかわかったわ。どう考えた？58歳で即位された継体天皇が王子に恵まれるとは限らないから。安閑、選家の兄弟は、その場合のスペアだったのかもしれないと思ったのよ。そうだな。おほどの大君は、息子というスペアもつけて、一族ごと大和王権に婿入りしたと考えることもできそうだ。継体天皇が越前から壊れて出てきた時に、当然、この兄弟はもう成人していたわけだしね。婿入りにあたって、何らかの約束があったとしても不思議ではないな。即位から2年後の509年、田白賀の姫巫女は期待通りに、欽明天皇となる雨国吉原喜弘には王子を産んだ。よかった、よかった。大和王権にとっては、正当な血筋のプリンスの誕生ね。当時は上位の制度がなく、また、大王に即位するためには30歳前後に成人している必要があった。でも、当時の寿命を考えると、継体天皇が欽明天皇の成人まで存命するかわからないわ。つまり、霊夢の推測通り、最初から中継ぎとして、曲がりの上の王子や日の熊の高田の王子の即位が、想定されていた可能性だってあるな。しかし、継体天皇は長生きされ、20年以上の治世を続けた。ここに大きな問題が発生する。大きな問題？大和王権嫡流の王子と継体天皇嫡男の王子の並存だ。いや、対立か？継体天皇は、越前、近江地方を基盤として朝鮮半島と独自の交流を行い、日本海沿岸から琵琶湖、淀川、伊勢湾の水運を掌握した人物でもあった。確かに、宮殿を置いた場所が全て川の近くだったわね。すると、皆が皆欽明天皇というプリンスの誕生を喜んだわけではなく、継体天皇と尾張乳姫との間の王子たちを支持した勢力もいたと考えた方が良さそうね。そうだな。継体天皇は、大和に入った5年後の531年に崩御した。その後はどうなったの？
公式記録では、最年長の安閑天皇から仙家天皇、そして欽明天皇へ順当に上位されたことになっている。しかし曖昧な点も多い。曖昧な点？継体、安閑、仙家、欽明の即位年について、書物によって食い違いがあり、はっきりしたことがわからないんだ。継体、欽明朝の内乱とも言われ、かなりの混乱があったようだ。正史である日本書紀でさえ、継体天皇法要即位後25年としつつ28年の別殿も併記している。さらにくだら本記からの引用として日本の天皇、皇太子、王子がみんな死んでしまった。との記述を紹介し、このことについては、後世の検討課題とするとしている。結論を出すのを放棄しているんだ。何それ？しかも上宮聖徳法王定説など、仏教関連の書物に残された記述では、継体天皇法要の直後に、欽明天皇が即位したことになっている。安閑天皇、仙家天皇が消されてしまっているの？後年には、安閑朝と、欽明朝の二朝並立説まで飛び出し混迷を極める。欽明天皇派のクーデターがあったのではないかと囁かれたこともあるな。クーデター？実は日本書紀に、病床の継体天皇は安閑天皇を即位させ、息を引き取った。との記述があるんだ。当時は上位の制度がなかったから、後継者は豪族たちの推薦や合議で決められていたんじゃないの？そのはずだ。しかし、これを素直に読めば、独断でその不文律を破ったことになる。これは揉めそうね。安閑天皇は継体天皇の後を受けて即位したが、わずか4年で崩御している。これらのことを総合して、こんな風な推理をする人がいる。事前の合議もなく独断で上位が決まり、安閑天皇が即位したことに、大和王権の豪族は反発したに違いない。そうね。豪族たちは、純血のプリンスである欽明天皇を担いで、安閑とその王子を殺害したのが歴史の真実ではなかろうか。ふむふむ。まだ若い欽明即位までの中継ぎとして、仙家天皇が即位したのではないか、という推理だな。結構、説得力のある推理ね。その後、大王といえども独断で後継者を選ぶことができず、豪族の合議によらなければいけないという慣例ができたのも、即位をめぐる三人の王子たちの混乱があってのことと考えると、納得してしまうわ。しかし、それを裏付ける記録はない。そうか。記録がないんじゃ、真相は闇の中ということね。今回は継体の死亡に隠された深い意味と題して解説してきたがどうだったか？有楽天皇時代の大粛清が尾を引いて、皇統断絶の大ピンチに陥っていた話は興味深かったわ。越前出身の継体天皇と天皇家の血を濃く受け継ぐ田白河の姫巫女の婚姻によって、皇統断絶の危機が救われた話も面白かったわ。田白河の姫巫女はもっと有名になってもいいんじゃないかしら？そうだな。古代は、資料が少なくてわからないことが多いとはいえ、継体天皇の即位から数えて1500年以上も続いているわけだしな。現存する世界の王朝では世界最古であることに変わりはないな。それでは、本日の動画はここまで。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。